と勝ってね。ラスト、私頑張るね。心の意味をあなたは知ってる。開幕ネタやったのに。覚悟を。ネメシスで頑張ります。妹17歳なの。ジャンク。かわいい。回転すると強いものマシエンジェルとグライアス引いていくということは、かわいい、かわいい。でも私よりかわいい子なんていっぱいいるじゃん。かわいい、ありがとう。今までどこにいたの。おい、マン KO を見せる。殺したい。 KO。 天野キトシ直球すぎてちょっと笑うからやめて。ちょっとキッシなんかちょっとオブラートに包むんやったらわかるけど、直球すぎるやろ、ちょっと。きっしょ。いや、さすがに、直球すぎひん、ちょっと。あれ、帝王の妹。あ、違うよ、私は。240円。もう、私はそう、私はね。正体表したね。ちょー、そのローヤルおもんないわ、そのなんか潜伏のなんかデッキ。ウィッチってか、あ、マヨネカラシちゃん240円。もう終わっちゃうの、悲しいよ。私もマヨネカラシさんに会えなくなるの寂しいけど、でもタンクオブできるぞ。でもその気持ち受け取れたから私嬉しいな。これあれやな、これあれやな、二刀流のデッキとか使ってくるデッキやね。なんか JK の横からゴブリンの声聞こえるんだけど。あ、秘書。ゴブリンじゃなくて、せめてベルヘモット、ベルヘモットにして、せめて。隊長、任せてください。声出せないぞ。壊れたよ。今完全に本体出てきてたし。リオの攻撃すんの、え、使い方あんまり分かってない感じか。とりあえずイヒハで攻撃して、こいつら出して、カミヤさんと一緒にするな。いいわ、イヒハ。単行部できるな。分かっていたさ、エリカちゃん。てか自分昨日ラストとか言ってスパチャ稼ごうとすんなボケ。自分エリカちゃんの LINE とメアドと電話番号を昨日知ってるって言ったやんか。綺麗に顔面が点滅するぞ。自分もっと知ってることあって、自分エリカちゃんと手つないだことあるんよね。ここだけの話、ほんま誰にも言ってほしくないけど、エリカちゃんと手をつないだことがあるっていう。黙れ童貞ならば童貞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 。回復しながら、てかオクトリス入れてるってことは完全なる潜伏のデッキというわけではないのかな。っていう夢ですね、わかります。2体で3で破壊の信者に、破壊の信者にジャンク当てるって感じするか。おしゃれぐらいしなさいよ。おしゃれぐらいしなさいよ。おしゃれぐらいしなさいよ。言語違反だぞ。攻撃停止します。これ進化別にええかな。だからリオーダうざいんやけど、攻撃セクイは進む。まあリオーダ進化されてもそんなにかな。これ次のターンベルヘモット進化で言語違反をかけていく。言語違反だぞ。いただくぞ。何もかも誰にも言ってほしくないとか言って、だいぶで言うのくさ。だから私と君たち、私と君のだけの、私と君だけの内緒話にしようねって言うことだろ。鬱陶しい、めんどくせえ、消えろ。ああ、いい感じに加わってるね。かわいい。言語違反だぞ、言語違反だぞ。殴っていく。てか自分いつもこのティシポネっていうカード引くんよな。できればあの8コスのなんかアーティファクトがターン終了時にプラス3されるっていう方が欲しいんやけどな。あれが一番強いと思うよな自分。いただくぞ。
ただ多分ロイヤルやと多分リポンネとか出されたら取れへんちゃうかな。ディシポネーシーない。いや自分ディシポネーシーはそんな強いと思わ、まあ強いけどもう一つのやつの方が自分は個人的には好きかな。まんまる百号じゃなくて、え、あれが一番弱いと思ってた。え、横展開できるやつが一番強くない？5体5体3で当てて、無人行くわ。汚れた趣味は許せないな。終わりにする。そうか、次レイサム来んのか。世界は完璧なる魂の中にある。そうすることによってこれで取れると。奪うことこそ。まあ人形にあげても良さそうかな。これ機械か、こいつ、まあ、機械ではないと。破壊の輸血引いていく。あれが一番弱いと思ってた。え、マジで。え、じゃあ女神の中で一番強いのってみんなどれやと思う？じゃあ隊長任せてください。あーでもまあでもまあディポンシーにちょっと頼るけどさ、まあでもこれはこのターンだけ頼ってるに過ぎないんやけど。おかせし金庫に殺戮を。え、ディシポネは結構強い太刀打ちなんか。殺戮の女神の中で一番じゃあ強いのってどれが一番強いの？全部強いよ。全部強い。いや一番強いのどれかなって。ディシポネがやっぱ一番強いんか。てかロイヤルかわいそうなぐらいこれきついな。だから残すと16入るもんね。もう小賢しいことばっかりしてきて。まあ操り取れるけど。あ、安心か。まずは1点目。これちょプレイングが求められそうやな。なんか下手するとすぐ負けるし、うまくやると勝てそうっていう、そういうプレイになりそうやね。相手の動き的に炎症でグライアスの移行を使って輸血でも取れたいか。まずこうやね。こうかな。まずは1点目。そしてまずは2点目を行きたいが、ここは輸血。いやー輸血はちょっともったいないか。でもいやーまあでも輸血使った方がいいか。ちょプレインがちょっと微妙かもしれないけど、まあでもまああながち間違ってはないやろ。ちょ8コスのアイアロンの支配者で引いたカード欲しいな。あ、イズマルちゃんおやすみ。おいプレイング死んでやん。よくわからないプレイ。え、よくわからないプレイ。え、停止します。え、なんか間違ってる？おやすみなさい。なんか間違って、いや別に間違ってなくない？別にジークリート失踪で殴るよりも盤面優先してくんねんな相手。おやすみなさい。すべて口笛いいじゃん。進化権残ってれば名医者の高かったけど結局守護いるから10体目はどうせ無理って感じやな。偽りを切り裂く。リオード進化、これリオード進化うざいな。全てはこの日のために。隊長任せてください。殴って4号どう処理するかやけど、まあリオード当ててナイトで取る感じか。起動します。まあでも盤面あえてしてくれるのはありがたいけど。起動します。ありがたいことしてくんな。停止します。
ありがたいことしてくんな。操り2枚目引いていく。百鬼王グライアス、ここらゲット23、3当ててやから、3いって5でいきたいから、3、4、5、メイシア、リポンシ、百鬼王グライアスで殴ってって感じになるのか。とりあえずこれ操り2枚出して百鬼王取って、だから全面それ取れるな。いやこれ盤面相手してくれるのありがたいぞ、全然、むしろ全処理行こう。うん、合ってるこれ。起動します。起動していきながら操り2枚で取って、で機械全部をグライアスの移行で強化すると、そしてこういう風に取って、あーあー、当ててからやった。起動します一瞬かっこいいプレイングに見てちょっと一つ見せてたな。いや当ててからやったな、ちょっと今のはちょっと、当ててから打ち、ギラヤス先当ててからやったな、ちょっとプレミしたわ、手加減いや11か33はちょっと違うよな、全然。帝王にしては悪くはないプレイ、天罰となる。気づけるだけ賢い。いってるアサシン出す、ちょっと爪が甘いんちゃうかいて、盤面相手しててもしょうがないぞ、ネメシス相手に顔来ないと。隊長任せてください盤面取っても取ってもしょうがないっていうか、わざなんでわざわざ取ってくれてもなって感じだよな。ちぐえやっさうまい。ここはまずはドローしながら、おしゃれぐらいしなさいよ、おしゃれぐらいしなさいよまあ出して殴って、裏の裏だったわね。決闘死後はるか、いやまあ結局取られちゃう件についてはあるが、グライアスの移行でかぶせるのも悪くなさそうやな。でも操り3で決闘、いやーまあでも決、いやー決闘グライ、でもグライアスの言うことはもう使わん可能性が高いから、ここはちょっと思い切るわ。帝王様頑張れ、出せば攻撃、そら、あちょっとお腹空いてきたな、なんかわらまあ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 、決闘はやっぱすぎ、いやここは多分メカでいいと思うよな自分。珍しく弱いな。バン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 操り人形いっぱい持ってるこのネメシスに対して、マジで相手何がしたいの、何がしたいんやまあちょっと自分もプレイングすごいことになってるけどさ、お互いに何がしたいのかよく分からへんな。これは勝てるウィクトリアさん、お互いに何がしたいのかよく分からないんやけど、最後がゴリ勝っていて、まあ最後に勝つのが紳士の務めだから、これ墓地すごいことなってそう、43枚ないけどメイシア出したらすごいことなってんじゃんこれ。
最後勝って終わらしていくと。まさったな。いやこれはさすがに勝ったやろ。JK いつの間にか消えたよ。これは勝てるよ。これは勝ったやろ。おかせし金庫に激励をくださんやったっけ、セリフ。負けようがない。まずおかせし金庫ってどういう意味。失敗の刃をここに重ねよう。あ、相手何がしたいのかよくほんまわからんねんけど。わからない。おかせし金庫に撃滅をくださん。相手が何がしたいかがちょっとよくわからんな。やっぱり無人の人形使い入れてるだけでやっぱり安定感あるよね、全然やっぱり。おかせし金庫に激励をください。これちょ、相手詰め甘かったな。盤面取り勝負ネメシス相手に頑張ったっていうのがちょっと素人すぎたな。まあ多分素人童貞やわ。まあいいや、もういいや、これでじゃあ今日はちょっと初心者やったな。あーまあおかせし金庫取れないし。お見事ですね。おかせし金庫に激烈激滅。